誰だっけ、サハラさん、坂田、サハラ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 さん、名古屋勢、名古屋勢、なんかいや本当すげえところからみんな来てくれてる。さあ赤シーク使ってよろしいのでしょうか。シーク使いなんすか。うん、赤シーク使って大丈夫なんでしょうか。TJ 信者の暮らしからしたらちょっとぶち切れそうな。まあでももう時代が時代ですからね。もうで赤シークってもう M2 系からなってきてる。さあ始まりましたね。勝者が何回戦かちょっとわかんないんですけど。7C、サムス対サハラシークと。サハラさんは名古屋勢みたいですね。ちょっと知らないんですけど、まあ、よく那須さんと僕やってるみたいですけれども、まあもう昔からいるプレイヤーのようです。どうやら、あてかそうか、大志もコメント、まあ、もうちょっとマイク近づけたかいいんじゃない。やつ聞こえねえよ。さあまあ皆さん、7C さんはもう皆さんご存知ですよね。サムス界日本を代表する、はい、予選ももちろんの1位通過、すごい勢い来てますよ。1分以内にズーストックを失ってしまう、はい、これはちょっとプラップに続いてサムスブーム来てますね。サムスの時代がちょっとな、これちょっとサムスの時代っていうのは来てほしくないんですよね。さあ下スマで引っ掛けて、そう台の上のサムスをナタで引っ掛けとすると下スマ飛んできたりするんですよね。まあ、ちなみに七瀬選手はまあ今日の朝もまあ睡眠時間も少ない上に酒も入ってるわコンディションが最悪みたいですね。でも逆にそれはこうこうしてる危険性可能性も緊張感が薄れるんで悲しい。前回の俺じゃん酒入ってれば睡眠してないわっていう。前回風呂入ってやば間に合ってしまう崖つかみが。これ4立てくるか。こう今日は配信初の4立て。ジャスパさん、はい、ちょっとかけてうまい。受け身をさあ、しかもよと受け身をさあ、ちょっとで買っていく。いやー勢いが半端ないですね。ちょっとまずいねこれは。いやまあまあでもまだまだ1本目なんで、カウンターステージでちょっと流れを取り戻してほしい。まあ選択するとしたら戦場でしょう。このカードはさっき戦場だったっけ。あれさっき戦場だったっけ。新平さんとガッピーさん、おお来たぞ。ちょっと見てえな。どこ？新平さんいらっしゃいますか？お前やりたい放題だな本当。実況席離れられるし羨ましいわ。さあ戦場選択。ここはそうネズミ返しになってて、サムスがまずアンカー使えないんですよね、あのグラップルを。そこがすごいサムスにとってやりづらい。まあ台があって動きやすいのは間違いないんですけど、まあ、それはシークにとっても一緒。投げを入れてクウェイしっかり返ってくる。オーストドクスなコンボですね。さあ針使って追い出してほしいが、逆に自分が下に降りてしまう。さあ投げが入る。お互い、そうお互い攻防が素晴らしいですね。お互い横スマ入れて追い出したが、崖掴んでもシークは強いですからね。本当シークに崖を掴ませても追い詰めた気はしないですからね。さあ少し決まるか、これは届かないですけど、あっとちょっと見てなかったか。サムス届くかな、これちょっと際どいですね。こいつなかなか、あさすがに無理ですね。ほんと自由落下して死んでいかないキャラなんですけど、さすがに今のキス。はてはて、おっとおっと、じゃ今回はサハラシークか、サハラシークが、ワンストップ選手で、ちょっと流れを掴んでほしいですけどね。4立て後なんで、そうそうそう、お互いちょっと見合ってる時間が長い。いいですねサハラシーク、流れを掴めてますよ。しっかり相手の技をガードしてそこに反撃入れていく。シークの強い選択肢ですね。さあしっかりライン回復して仕切り直しましたね。あ空への残りかが当たって、さあ上からちょっとかぶせてきたサムスが結構思い切った強気の行動ですね。さあ空気阻止になるか、決めきるのは難しいがちょっと間に合ったですね。 100% 超えたんでもう上がるのが遅い。足立つまり引っかかってしまいバーストで、だいぶ稼ぎましたねここで。あとはこれ投げればほぼおしまいですよ。さあ横
型入って武器差し決めたいが針が当たんないですね。さあさあ、あそこまで飛ばせば針当たるんですけど、しっかり狙って当たらないか。さあそこにしっかり縄を引っ掛けてバースト。これバーストですね。まあ、上 B で暴れられたりもするんですけど、まあまあ回るわけに過ぎない、できなくはないんですけど。田原シークいいですね。今回流れは来てますよ。いいですね、崖味のプレッシャーが。サムスが確かに相手のルートを潰していってしゃがんでしたスマ、これが怖い。おーうまい、引き食う上京、あれ超高火力なんで本当にハマると。おーうまい、うまいですね。前投げの変更しかしたかったが、いやでも あそこまで きれいに決められたらテンパりますね。あ流れ掴んできた。いやー、ナナシサムスがペースを上げてきましたね。またあ展開がないが掴んで、まあ、ナタでしょう。おっとちょっと暴れが入ったわ。何の暴れた 3%、 何したんですかね。サムスがあと確定、やっぱ上京は火力半端ないですね。入んない代わりになかなか。おっとちょっと飛ばすとこ間違えたけど、まあまあいいでしょう。7番台テレビでお願いします。おっと空上引っ掛けて、いやー下回避したスマがいやらしいですね。サムスがまた当たってしまう。思いもやらぬところからちょっとバーストが来ましたね。植木当てるのがうまい。本当にサムスの勢いマジで当てるの難しいんですけど、さすがそこサムスか、洗練されてますね。さあしゃがみシャスマがしっかりガードしましたね。そこから半角も取れるようになるとなおペースが流れが取れるようになってくる。あミサイルの嵐をかわしても復帰阻止が待っている理不尽ですね。さあ横スマバーストさあ11に持ち込みましたけど、おっとサムスどうした、あすみません、シークどうした、あこれ痛い、流れは掴まれてるっていうテンパりました。しかも攻め継続っすよ。さあ空下からコンボ繋がんない。おっと上 B だ、チャージを持ってんすよね。あった避けてしまった。まだでもチャージが消えたことによってシークの重りがだいぶだから、まだパーセントは差がありますね。さあどっち行く、崖に追い詰められてると言ってもいいかなと思います。うまい、しっかり見てますね回避を。心理的に回避したくなることを分かっているサムスカイ。ここ DA 引っ掛けてサムスに DA を打つっていうのはちょっと勇気いるんですけど、思い切りました。さあ分かんないですね、これ分かんないですね。全然帰ってくれるか、シークやったら潰されるぞ。針しっかり当ててそこ当てれば勝ちだ。あ当たりました、当たりました。あしか温存してる。おっと よし、まあ、これはあーっと下スマ、まあ、下スマだったっけ、まだマシ。あーっとおーしかもミサイルの完成でいやー惜しかったんだけどな。2-0惜しい、惜しかったんですけど。